サンゼルス出身の俳優、アルメニア系アメリカ人、ケン・ダビティアン、ケン・ダビティアン、ケン・デビティアンなど表記にブレがある。また、本名のケネス・ディビティアンでクレジットされている作品もある。映画出演のほか ER 緊急救命室などの人気テレビドラマにも多くゲスト出演している。以下、ハフポストのインタビュー記事より、 カリフォルニア州ロサンゼルスのアルメニア系アメリカ人の家庭に生まれる。父親は第二次世界大戦にソ連軍兵士として従軍するがドイツ軍の捕虜となり戦後大きなアルメニア人コミュニティのあるロサンゼルスに移住する。父親と祖父は廃棄物処理の仕事をしていた。13歳の時に旅回りの劇団女優だった母方の祖母の演技を見て ゴミ処理よりも簡単と思い、大学進学後に俳優としての仕事を始める。俳優としての仕事の傍ら、廃棄物処理業を営み、一時は順調だったが、1995年に倒産する。しかし、廃棄物処理業も俳優業もどちらも失敗した場合に備えて、いくつかのレストランも経営してきており、その一つであるホットドッグ屋の経営は2011年、 現在も続いている。ありがとうございます。